このイベントおもろくない？普通に俺めっちゃ好きなんだけど、もうちょい報酬美味しかったらな。オーバーラン経験値もね、もうちょっと欲しいっちゃ欲しいけど、まあ経験値は言ってもコストイベントなんで、まあまあっていう。100ポイズってスタミナじゃないから800作ったらでももう飽きるな、さすがに。そもそもさ、このスター選手の素質ありが来てくれないと星800って多分論外だよね。これ以外で800いけた人っていんのかな。結構でもなんか俺最初の方は特訓別にそんなかなと思ってたけど、高知レベルが上がると特訓マスでの上がり幅がめちゃめちゃ大きいから、結構特訓マス大事よな。パー引けなかった時はもうあれだね、カードを貯めるタイミングやね。でもこれ優しいよね、弾道乾燥したら弾道来ないようになるもんな。これ優しいシステム。頑張って自動で800目指しています。自動で800いけたら結構ロマンあるよな。スターの素質はもう前提、大前提。スターの素質以外の回はもう論外よ。で、消化試合。そらそうよ。天才肌じゃないと。盆栽じゃダメない。ハテナマス、そう、ハテナマスで、スペシャルカードをレベル7にして、でそれを貯めておくっていう。豪のレベル7を5枚貯めて、スペシャルで眠らせておく。では仕込みの回を、やっぱちょっとやろうかな。次、スターの素質が来なかったらやろう、それを。でもこのイベントめちゃくちゃ賛否両論っぽいね。コメント欄でも結構割れてた。現時点での改良点はまああんまないと思うけどな。こういうもんだと思ってれば。なんかそもそもこういう育成系とかを全くやったことない人からすると、え、しんどって思うかもしれないけど、なんかそのシステム自体も言ったら栄冠なんやってる人とかサクセスやってる人とかで、その選手一人作るっていうことにフォーカスしたらもっと時間かかるじゃん。わかります？伝わってるかな。だ俺的には別にそのこういうイベントっていう体で見ればそんなに改良点はないし、コストイベントだから経験値もまあそもそもそんなに入れられないのもまあわかる。まあ球種自分で決めれても面白いかもしれないけど、でも変化球ってあくまでもこれ変化量なんで、変化球じゃなくて変化量っていうニュアンスだから、まあ、そこがちょっとサクッとっていう名前をつけなかったらよかった。まあ難しいよな。結局この携帯ゲームの累計イベントっていうところで言うと、何も考えずに周回で終わりたい人もいるじゃないですか、絶対一定数、まあ、そういう層には絶対刺さらない不評なイベントなのはまあわかる。まあでも簡単なイベントはいっぱいあるしね。そういう意味では俺は面白いと思うんだけどな。てかこれが不評だともう多分何もできなくなっちゃうと思うな、新イベ。まああとはこのボックスがもうちょっと報酬欲しくてもいいかな。スカピーとコインばっか出る。やり込み要素もっと増やしてもいいかもね。結構このためにエナジー使ってでもなんか楽しいからやるっていう人もいるだろうから。耳んな気するけどな。この選手育成やめるみたいなのもあってもいいのにな。スターロードもやめれるじゃん。やめれたらいいんだけど。なんか楽しみ方の一つとして、新しくなんかこの、ガチャでもなく、イベントの報酬のために走るわけでもなく、ただ楽しいからエナジーを使うっていう、なんか新しい感覚を、このイベントでは味わえてる感があるな。累計終わったらリタイアありにさせてほしい。うん。できそうだけどね、システム的には全然。これちょっと、言おう。機会があれば。育成ストリート、リセットありにしてください。